こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、今日はちょっと、いつもと違う話をしたいと思います。題名としてはですね、憲法改正とですね、プログラミング言語みたいな感じですね。もう朝ですね、ネットで流れてるニュースを YouTube で結構よく聞くんですよ。その中で、ニュースの中でですね、憲法改正っていうことがですね、取り上げられててですね、それを聞いてたら、と思ったんですよ。プログラミング言語のね、一つの手法の中に、プログラミング言語の中にあるですね、構造というか手法の中にですね、同じものがあるなと思って気がついて、今日は、まずそれ先にやろうかなと思って、もうまだ他にやりたいものはたくさんあるんですけど、ちょっとね、ちょっとパッと浮かんだんでちょっとやります。だから直接憲法改正の話をするわけじゃないんですけどね。憲法は大切で、今年多分憲法改正でいろいろとやると思うんで、それも含めて今歴史とかですね、周りの国ですね、周りの国ではないですけれども、日本の中でもですね、沖縄は別にどうっていうわけじゃないですけど、僕は東京に住んでるんで、沖縄は非常に遠い日本の地域なんですけれども、なかなかね、触れることができなくて、行きたいんですけどね、なかなか今まで行ったことないんで、行けないんであれば、せめてですね、本に書かれてるぐらいのことは勉強しておこうと思ってですね、その辺もやってますし、あと台湾について、もうすぐ一冊台湾については読み終わるんですけど、全然ですね、僕が全く知らなかったっていうことにね、本当に気がつきましたね。知らないっていうのは怖いなと思ってね、知らないとですね、要するに探そうとも思わないんですよ。攻殻機動隊の話じゃないんですけど、攻殻機動隊の話はいずれ以前にも話してるんですけどね、知らないものっていうのは探さないし勉強しないんですよ。ということで、自分自身のね、本当にね、至らなさ、本当無知さっていうのをですね、痛感しましたね。あとこれからね、韓国についても歴史と、その辺もね、どんどん深めていきたいと思います。で、アイヌの方もね、漠然とね、知ったような気がして、特にですね、日本なんで、日本に住んでるとですね、日本のことを知ったように気持ちになってしまうんですね。だけどよくよくか突き詰めるとですね、やっぱ知らないことだらけでですね、教科書よりも、歴史 の教科書を読みましたけれども、歴史の教科書にもやっぱ書いてないんですよね。だからね、やっぱちゃんとね、勉強しなくちゃいけないなと、自分の、本当に無知さをですね、本当に痛感してる最近なんですよ。だからこそですね、一日ね、勤めて、僕本読むのすごく遅いんで、もうある意味強制的にですね、夕方の6時からですね、12時ぐらいまでですね、読書という時間をですね、作って、勉強というかですね、そういう感じ、いろんな本を、読もうとしてるんですけど、以前の10年間というのは、主にですね、心理学関係の資料をですね、読み漁ったんですよね。それで、今度はそういった関係かなと、歴史関係、という社会関係ですね、心理学の中でも社会を、関係するところはたくさんあったんですけど、そことこうつなげていきながらね、視野を広げていきたいというふうに思ってですね、今勉強しています。で、僕はちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、ソニーのね、製品、ずいぶんね、バイオじゃねえ
これバイオですね。これバイオバイオって書いてありますけど、バイオは、ね、ソニーじゃなくなっちゃいましたからね。もうね、売られちゃいましたからね。ソニーのウォークマンを中心にですね、いろんなのを修理してってですね、そうするとソニーっていうものがどういうふうにできて、どういう経過をたどりっていう、そのね、ソニーって日本の会社としてはまあ非常にこう誇れる、今も残ってるね。東芝はもうほとんどなくなっちゃってるし、シャープも日本じゃないくなっちゃってる。日本のこうなんていうんですかね、防波堤っていうかですね、なんて物好きのですね、僕は ある意味で、ソニーっていうのはもうその防波堤みたいなね、意味もあるんじゃないかと思ってちょっと応援したいんですけど、ソニー自身をね、特にまあ僕がやってるのは80年代90年ぐらいの、製品が多いんですけれども、もう一昔二昔前の製品ばっかりなんですけどね。ということでですね、ソニーの本もですね、今大量にですね、アマゾンで購入しました。それも一つずつ読んでってですね、僕は大体ね、同じ分野で、まあ少なくとも数冊、重要なところではやっぱ10冊ぐらい読まないと、いろんな視点からのこう考察が得られないんでね、いろんななるべく違った視点のやつを、同じ分野で読むようにしてるんですけど、だからこれからです、これから本当にこれからですね。だからあんまりそういう分野については偉そうなことは僕は言えないんで、まあそういう状況です。これから10年かけてですね、そっちの方も突き詰めていきたいと思います。私はもう凝り性なんでね、焦点当てるとかなり凝ってやる方なんで、それでまあ今日の話題なんですけど、さっき言ったように、ニュースを見ていたというか YouTube で聞いていたら、憲法改正どういうふうにしようかという話ね、よく話、まあ出るとは思うんですけれども、知ってる方は多いと思うんですけど、憲法の9条に関してでしたけどね、9条1項2項っていうのがあって、そんで今度どう変えるかっていうことでですね、この2項ね、なんだ、軍っていうかですね、こうね、そういうものをですね持たないっていうことを書いてある、2項に対してですね、それを、まあ、変えましょうっていうね、要するに消して変えましょうっていうことかな、そういう意見とかですね、あとはそれはもう残したままですね、3項を追加してですね、自衛隊とかですね、そういう防衛っていうことに対して例外書としてですね、こう入れましょうという格言っていうのかな、僕も本当にね、素人なんで、その辺はね、皆さんの方が多分よく知ってると思うし、知らない人はですね、僕の意見っていうよりもその辺に関しては僕の意見よりも自分で調べて、ネット今ね、いろんなところにこうネットで情報が出てますから、その辺を自分で確認しながらね、自分の納得いくようにした方がいいと思います。僕はだからその糸口ですね、まあ入り口だけでもなれればいいなと思ってますんで、絶対に正しいっていうような感じのことではないんでね、でそれはね、いいんですよ。それで僕が気がついたっていうかですね、ちょっと思い出したことがあって、そんでプログラミングの話があるんですよ。要するに、どういうことかっていうと、まあ、今の憲法改正の時にね、修正っていう一つの方法が、2項を削除しようとかですね、2項を変えるっていうことね、もしくはその、3項っていうものを追加するっていう要するに変更するか加えるかっていう話、まあ、削除っていうのも、まあ、変更ですよね、変更の一つですよね、まあ加えるっていうことも変更ではあるんですけど、加えるっていうのはどちらかというと前のものを、そのままにしておきながら、プラス違うものを追加するっていうことですね、まあ 3D プリンターとかの世界でもそうなんですけど、
要するに変形させたりとかですね、引いたり足したりっていうこと、物事に対して、あの物に対してもそうですし、言葉とかそういう理論なんかもそうですけど、置き換えですね、置き換えとかですね、あの削る、まあ置き換えっていうのはある意味削ってから追加する、うん、あのまあコンピューターの世界でいうとコピペとかっていうのありますよね。削除はあの知らない人いるかもしれない、コントロール X って、コントロールを押しながら X っていうと、そこが削除してされるんですよ。まあ削除されて、まあコピーっていうかですね、保持される、あの一時的に保持されておいてですね、コントロール押しながら V ってやるとですね、それが貼り付けですね、貼り付けで、コントロール C ってやるとですね、コピーっていうのは要するに、まあ、表示されてるものをのをこうどっかに、一時的保持しておいて、コントロール後で、貼り付けるっていうことね。コピペっていうのは、コピー&ペーストですよね。要するにコントロール C のコピーをした上で、どっかでコントロール V を押してですね、貼り付けるっていうことで、コピーと貼り付けっていうことをするんですけど、要するに、修正っていうことになると、まずあの元のやつを、削除するわけですね。一部分をね、消すっていう作業がありますね。それは引き算ですね。そしてもって、違う新しいものをペーストくっつけるっていうことですね。それをやるんですけれども、まあ一般に修正って言った場合はそういうことなんですよ。あとは、まあ、上書きっていう言い方もあるんですけどね。上書きと修正っていうのはですね、ちょっとあの同じようなって、多分修正の方が広い意味でね、当てはまってですね、上書きっていうのはその一部分に関して言えるのかな。ちょっとね、その辺はまあちゃんと文具としては定義できないんですけれども、気がついたのはですね、あの気がついたっていうのはちょっとイメージでちょっと思い当たったのはですね、コンピューターのプログラムの中にあの継承という手法があります。手法と言っていいのかな、やり方があるんですよ。まあコンピューター言語の仕様ですね、仕様の中にね。それが、できたのはですね、その継承っていうのがコンピューター言語の、仕様の中に追加されたのがですね、C 言語ってありますよね。あのプログラムをやってない人はちょっと分かりにくいかもしれないですけど、 C 言語、もともとはユニックスっていうシステム、今の OS と言われるものを、構築あの書くために、主にね目的で作られたC 言語っていうプログラミング言語がありまして、それがですね、ちょっと発展した形のプログラミング言語で、例えば C++ っていう言語、もしくはですね Objective-C という言語があります。まあその2つはどこが違うのかって僕はよくわからないんですけれどもね、多分ほとんど変わらないんじゃないかと思うんですけれども、まあどっか違いがある、まあ売ってるメーカーによって違うとかっていうこともあるんで、わかんないですけど、今のですね、例えば Windows のプログラムはですね、C++ っていう言語を使ってます。で、ちなみにちょっと今現在わからないんですけれども、マッキントッシュは確か C 言語だと思います。今はちょっとわかんないですよ、 C++ になってるかもしれないですけど、数年前の確かアップルの、プログラミング講座かなんかのちょっと紹介かなんかがあった時に C 言語使ってて、ずいぶん古い言語使ってるなって感じたことがあります。僕は2000年ぐらいの時にはあのシステムエンジニアやってましたんで、その時に、まあその時にはC++ ですね、 Windows 上の、プログラムを作ってたんでね、
まあ、競馬場のプログラムとかね、そんなのとかもちょっとやってたんでね、放送局用のプログラムをちょっとやってた関係で Windows ベースでやってたんで、C の++ っていう言語をやってました。まあ、あのその中にですね、いろんな C から C++ に変わるときにいろんなですね、新しい機構というかですね、仕様が追加されてるんですけれども、その中で大きいな仕様ですね、大きな、まあ、構造的な、変更というかですね、追加として、あったのが、あの継承というですね、手法ですね。で確かね、そうですね、Java 言語もね、 C とかなりこう似通ってるんで、 C++ と非常に似通った言語で、確かね、 Java も継承っていうものがあります。それはですね、C 言語よりもですね、 C++ ですと、プログラム規模を大きくできるっていう要するに構造化するんですよ。オブジェクティブ C っていうのは構造化プログラムなんですけど、オブジェクティブのオブジェクトっていうのはものなんですよ。ものプログラム一つ一つを、モジュールとしてものとして扱って、それをこうくっつけたりなんかしてね、以前あったものをこうくっつけて新しいものを作り直そうという、まあ積み木みたいなものですね。今までの C っていうのはその以前の C っていうのは、まあ、そういう手法でプログラムを作ることはできたんですけど、ただ非常に制限があってですね、くっつけるにはですね、まあ、ライブラリとかそういうのはあるんですけど、いろいろなこう、規則なんか決まってるんですけど、やっぱりね、ちょっとね、あの積み木的に積み上げることが非常にちょっとやりにくい言語だったんですね。その辺をまあ改良する形でですね、継承というあの考え方を入れたのがですね、 C++、Objective-C、Java っていうプログラム言語だったわけです。その継承っていうのは何かということですね。そうすると、まあ、これとですね、まあ、全然関係ない、これは Windows98 ですね。1998年にできたやつですね。非常に古いやつ。これ、ね、まだ開けてないのね、ちょっといただいたんで、ちょっとコレクションじゃないですけど、なんかちょっと持ってようかなと思ったんですけどね。積み木のようにですね、積み重ね、レゴみたいですね。レゴ僕はやったことないんですけど、要するにブロックでこう積んで、大きなレゴ、すごい大きなね、あの戦艦ヤマトですとかね、あのなんだ、スターウォーズのね、レゴなんかあって、でっかいのなんか作ってますよね。あの、城のレゴとかね。レゴ、なんか、レゴが認定したなんかプロのビルダーみたいな人がいるようなことを聞いたりなんかする。要するに、あれができるのっていうのは、組み重ねるっていうですね、単純な操作を、こう、あの、まあ、ひたすらですね、やっていくことによってですね、大きいものができるんですよ。うん、一つ一つの部品を作ってたら大変ですよね。だからその一つ一つの規格のはっきりした部品を、こうやってなんていうんですかね、くっつけていくくっつけてプラスですね、プラスしていくことによって大きなシステムっていうか大きなものを作ろうっていうことだと思うんですよ。レゴっていうのはね、本来っていうかね、本質的にはね、それと同じなんですよ。その時にこう使う時に、前にあるものとこう今あるものをこうくっつけようとした時に、まあ、くっつけて大きくなりますよね。ところがですね、前のものを使いたいんだけどちょっと合わないなっていう時があるわけですよ。ほんとあのなんていうんですかね大枠的にはもういいんだけど、そのものを使えるんだけど、使い回しができるんだけど、一箇所だけですね、ちょっとあの仕様が足りないとかですね、あの仕様が多すぎんだったら使わなければいいんですけど、仕様が足りないっていうことがあるんですよ。あの機能の中にね、そのモジュールの中に、プログラムのモジュールの中にね、
やりたいことが足りないとかですね、もしくはちょっと変えたいっていうかいう時があるんですよ。その要するに関数の一部をちょっとだけ変えたい、だけど全部を書き換えるんじゃ大変だから、その一部だけを変える方法っていうのですね、継承っていうのがあるんですよ。それはですね、持ってこようとしたモジュールをくっつけてあるんですけど、くっつけてしまうとそのままくっつけてしまうとちょっと矛盾ができるから、矛盾点だけを追加するんですよ。追加っていうか上書きするってことですね。ある A という関数があるんだけど、そのモジュールの中に A という関数があるんだけど、その A という関数はちょっと使えないと。じゃあ A という関数を使うんだけど違う A' に置き換えたいっていう時があるんですね。その時にはその C++ とかですね、そういう時には継承っていうやり方をして、ちょっと最近もうやってないんでもう忘れてるんですけれども、そういうやり方をすることでその A というですね、関数をですね上書きしてですね、まあある意味例外措置としてですね、組み込むことができるんですよ、そういう機構がですね、C++ オブジェクトビジョンというし、Java なんかもあると思うんですけれども、そういったプログラムの思考とですね、憲法改正ってなんか同じことやってるんだなと思ったんですよね。要するに、まあ本当は全部変えてしまえばいいと、まあ、一から作り直すのが僕は一番いいと思いますけどね、憲法に関して言えばもういろんなことが弊害が起きてるみたいなんで、一つ一つ全部考慮した上で最適なものを作る、まあいいと思うんですけど、それはですね非常に大変だし、反対も多いと。だったらですね継承しようと、C 言語の C++ 継承というのあるモジュール、まあここで言えば憲法というモジュールをですね継承します。だけれども一部修正します。例外を追加する、書き換えなくてもいいということも言えますね。追加することでその前にあったものが無効化されてこう上書きされるっていう効果も実際にはあるんですよ。元々のモジュールを書き換えてるわけではない、だけどそれを持ってきてはいるんだけど、持ってきてはいるんだけど、その持ってきたものは修正というか変更はしないんだけど、そこに継承の時に、まあ、置き換えを行うということですね。ちょっと分かりにくいかもしれない、僕も話しててですねうまく使われるかどうか分かんないですけど、このもの自体はそのまま残しておきながらシールを貼るってことがある意味ね。だけど中ってこれは変えてないでしょっていうこと、変えてない、でもこれシール貼ったここの、例えばねこれで言えばマイクロソフト Windows98 って書いてありますよね。まあこれは Windows98 なんですけど、だからこれは変えたくない、これは保持したいねって思った時にですね、98はちょっと古いねって言った時にここにシールを貼っちゃうってことですね。シールを貼ると、元はだから98って書いてあるんだけど見ると98が見えなくなる、まあ見えなくなるっていうか無効化されてですね、上書きされたように見える、でも上書きではないということですね。上書きっていうのは全部こう消しちゃうことになるんだろうと思うんですけど、消しはしないと、物はあると、だけどシールが貼ってあるからそのシールが有効です。今ちょっと思い出したのがですね、あれですよね、スーパー行きます、スーパーマーケットね、僕は近くのダイエー、今イオンになってグルメシティっていう、スーパーなんですね、そこ行きます。そうするとですね、値段書いてありますね、値段、298円とか書いてありますね、シールが貼ってあります。だけれどもですね、だけれども7時頃行くとですねそこに半額とかですね10% 引きみたいなのが入りますよね。そうすると元々の値段は298円とかね、そういう値段はありながら
そのシール、半額っていうシールを貼ることによってですね、値段が変わってしまうということですね。でなんかね、そういうこと、まあ C 言語 C のプラスプラスにいうところの継承の仕組みをですね、今ですね、あの憲法改正でですねやろうとしてるんではないかみたいなね、ちょっとね、面白いなって、そういうことがちょっとあの頭にね浮かんだんで、今日はですねちょっとその辺をやりたいと思いました。まあ全然憲法を改正することとですねプログラミング言語全然違うように見えるところにですね、実はどっか共通点があるっていうことは結構あるんですよね。はい。で、あのプログラミング言語に話、まあプログラミング言語の話にするとですね、僕は延々と話しちゃうんですけどね、特に C 言語系を含めてね、まあもう永遠に話しちゃうことがあるんですけど、この前人と話して何時間も話しちゃいましたね。まあプログラミング言語はある意味ね、僕のまあ中心っていうか、今よく学校の中でプログラミングを勉強しましょうみたいな話してますよね。プログラミングそのものが云々がどうかっていうのは僕はよくわからないんですけれども、一つ言えるのはですね、プログラミング言語っていうのはある種人間の考える、手法的なものが確かに入ってるんですよ。論理的手法とかよく言うんですけれど、それをこう学ぶためになプログラミング言語を勉強しましょうって言うんですけど、論理的に思考だとしたら僕は数学を学んだ方がいいと思うんですよね。そうではなく、まあ、あのプログラミング言語は、まあ、数学の手法がかなり取り上げられているので、共通点が非常に多いんですけど、プログラミング言語の場合はですね、どちらかというと、思考、考え方ですね。だから哲学的な要素も結構あるのかな。物事をどう考えていくかっていうね、要するに考えるという、要するにプログラム来るっていうことはですね、どういうことかというか、あの発想とかですね、想像を具現化していく過程ではあるんですよね。要するに人間がこう、例えば AI をやった時に、考えた時に人間がどのように考えるかっていうことを、まあ、ある意味ね、コンピューターにこう置き換えていくのが、まあ、ある意味プログラムであるわけだから、そういったことを考えるとですね、人間のこう思考自身をですね勉強する いい機会にはなると思いますね。その時にただ単にこうあの構造とか書き方とかですね、そういうの、ね、で考えちゃうとそういうところが見えなくなるんですけれども、そういう人間の思考パターンとかですね、問題の解決法とかですね、そういうことを考えながらこうリンクしながらプログラム言語を勉強するとですね、非常にこう得るものはあると思います。なんかね、プログラミング言語なんか文法とかね、そういうのとかねでかあの勉強しようとするとですね、非常にですね限られた領域しか学べないと思うんでね、人間のですね思考を、まあ、シミュレーションっていうかですね、具現化するツールとしてプログラミング言語を勉強するとですね非常に面白いかなと。プログラム、まあ僕は C とか C++ とかですね、まあコボルはやったことないんですけど、あパスカルとかね、フォートランとかねやりましたけど、いろんなねプログラムの中に、まあいろんな手法があります。一つ、まあ、あの特徴的なのは、僕が特徴的だと思うのは再起プログラムっていう、再度の再ですね、再開とかそういうの再、再起、起っていうのは帰るっていう字、再起プログラム、再起型プログラムっていうのかな、そういうのがあります。まあここで説明するとね非常に永遠に長くなっちゃうんで言わないですけど、一つの概念ですね、思考パターン、考える上での
まあ、思考パターンの概念みたいなこと、そういうのがねプログラミングの中にありますね。あとはローカル変数とかグローバル変数みたいなのも一つの、そういう手法っていうかですね、そういう構造というかですね、そういう概念みたいなですね。なのでプログラミング言語の中にですね、そういういろんなものの概念を入れてます。なぜかというと、プログラミング言語っていうのはある意味人間の思考もしくは物理現象、そういうものを表現するためのツールでもあるわけで、表現するからこそプログラムが実行できるわけですね。表現できないとですね、結局実行することができないんで、そうするとですね、他のいろんな世界にある概念を書き表すためのですね、概念がですね、概念というかですね、そういうものがですね、まあプログラム言語の中に少しずつ入ってくると、古いものはですね、原始的なですね、もう最低限のものなんですけど、どん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 とプログラム言語がですね、発展してくると、もっと抽象的な概念とかね、そういうのをどう表すかとかね、そういったものまでちょっと入ってくるんで、そうするとプログラム言語を勉強するっていうことはですね、プログラム言語だけが扱えるんじゃなくてですね、そういったいろんな概念を学ぶことになってくると思うんでね。ただそれを意識しないと、学べるかなっていうところはちょっとあるんですけど、必ずしもプログラマーがそういう概念を知っててやってるわけではないような気がするんでね。もうちょっとね、プログラムを教える、先生方とかね、そういう人もね含めて、もっとね広い意味でねプログラムを学ぶんだったら、非常に有意義だなと思います。ただし学ぶ中で言語っていうことだけで、記述言語ということだけでですね、プログラムを学ぶとですね、ちょっとずれていってしまうかなと、テクニカルな部分だけになってしまうような気がしますね。プログラムの中にはもっといろんな要素が含まれていると僕は思ってるんでね、その辺のね概念ちょっと分かりにくい、自然界にある、概念もしくはですね、頭の中を構成する、創造的なものとか思考パターンに関しての概念を、ちょっと今回のことで気がついたのは、プログラム言語で説明すると逆に面白いかなって分かりやすいかなっていう気がしましたね。大体ね、プログラムをやってるとその概念にぶち当たることがあってですね、それを説明するのは非常に難しいんですけど、逆のパターンでね、今ある思考の概念とかですね、哲学的な概念などをプログラミング言語的にですね、工業的に数学的っていうか工業的っていうかですね、それでこう説明するとですね、もしかすると理解しやすいかもしれないなってちょっと思いましたね。またそういうところも含めてね、いろいろと、探っていきたいと思います。はい、こんなところでね、98ですよ98、最初は 3.1 でしたっけ、ちょっと忘れましたけどね、98はねまだね良かったんですね。もっと前の時ねひどかったですよ。何年ぐらいですかね、 Windows 3.1 とかだと思ったんですけどね、ともかく止まるんですよね。こうなんかやってるとフリーズしちゃうんですよね。そのためにですねリセットをしてですねやらなきゃいけないという、非常にね、そんで バージョンアップはフロッピーディスクですからね、そういう時代がありましたね。その前は DOS ですからね、 DOS、MS-DOS とかね、その辺もねプログラミングもねやれたらいいなと思いますけれども、なかなかねちょっと時間が取れないで、います。いろんなこと僕は凝り性であり、こうなんていうの、こうまあ多動というかですね、
こう注意散漫でですね、いろんなものに興味を持るんですタイプなんですね、知りたがり屋なんで、知りたくなるとですね、ちょっとね、ちょっと我慢できないタイプなんでいろんなのを かじっていくかもしれないですし、まあその中でもうここぞというところはですね、とことんですね、追求するたちでもありますんで、これからもそういうふうに、自分を生かす形でね、皆さんもね、自分を生かしてほしいなと思ってます。その生かす方法っていうのも自分なりにとかですね、いろんなところでこう試すって言ってほしいと思っております。はい、ということで、まあ、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ナオリンでした。どうもありがとうございました。失礼します。これはバイオの、これは、アップデート、サプリメントディスクとかこんなのももらいものなんですけどね、これ何使うか何か、はい、取っておきたいと思います。はい、失礼します。ナオリンでした。ありがとうございました。